東京12マシンのアウェイグルメ旅、今回から新企画が始まりまして、はい、とうとう私もカメラの前に立たされることになりました。頑張ってください、はい、この韓国の地で無茶ぶり企画ですよ。またそうですよ、はい、早速1回目が韓国。そうなんですよ、アウェイの美味しいものを食べて、はい、まあ、うだうだ語っていこうかなという企画なんですよ。ということで、まあ、はい、あの売店があるみたいなんで、ちょっとね見てみようかなと思います。行ってみましょう。はい、唯一の我々の飲食料理、カップラーメン的なものが、はいはい、ある、ない、ない、ででん、じゃあビールですと、はい、というわけで、売店に並んで、買ってまいりましたが、スタジアムグルメと呼んでいいレベルのものなのかはちょっと置いておいて。何買ったんですか？カスビール、この特有のビールですね、みんなおなじみの。あと、はい、カップラーメンが買いたかったんだけど、はい、売り切れていて、練り物、おでん的な、なんか練り物、おでんなんですね、スティック、これと、はい、あともう一個ですか？何ですかそれ？卵3つ買ってみました。この3点を、はい、はい、これから一緒に食べたいと思います。はい、食べてみてください。はい、この練り物のマスクでよく見えてない。食べますよ、頑張ってください。もうすごい、でもなんかちょっと普通にソーセージ感もちょっとあります。なんか匂いはいいよ、美味しそうな。本当ですか？美味しそうな匂い。食べれないんですよ。次、卵を行ってみたいと思います。はい、食べてみてください。これどっから開ければいいか気になります。なんだろうこれ。あ、どうですか？すごい茶色い卵。なんかそうくると思わなかった。結構茶色、ちょっと意外、はい、もういい匂いする。おいしそう、これは普通にちょっとおいしそう。はい、というわけで剥いてみた状態がこんな感じなんですけど、はい、燻製卵のようにツヤツヤした。確かに言われてみれば、まあ、もうなんか味のついてる匂いも。お、本当ですか？もう醤油なのか何なのか、ちょっと煮込まれてるような。ちょっとじゃこれもちょっといただいてみます。はい、で食べられない。3つ目、まあこれはグルメと言っていいのか分からないですけど、おなじみ韓国ビール、もうちょっと薄めのライトなビール、韓国特有のビールです。ごくごく飲める系のビール。あ、飲みやすいってことですか？飲みやすい、飲みやすい、あ、飲んだことあるんですか？あるあるある。あ、へえ。韓国ベテランだから。あ、そうなんですね。もうちょっと大げさにちょっと思ったけど。なんで嘘つくんですか？これもじゃあ、はい、飲んでみてください。ちょっとちゃんとはい、缶を戻さなきゃいけないんでね、司会をちゃんとしますからね。そうですね、とりあえず中には持ち込めないですけどね。はい、いただきます。あ、いい音、いい音。あ、いいよ、いただきます。って飲めないっていうね、この。はい、というわけで、今回のアウェイグルメ旅レポートは終了したんですが、今売店に来たら、はい、続々とカップラーメンとかハンバーガーとかが並び始めていて、ちょっとタイミングが。レポートした後にですか？後にどういうことなんだろうと思いつつ、まあ、ぜひ食べた皆さんはね、感想をツイッターで教えてください、僕に。というわけで、次回はどこに行くのかな、はい、アジスタなのかな、東京スタジアムなのかな、上海はないので、パースなのかな。次回また、乞うご期待。お疲れ様でした。